糸井さんか。失礼します。糸井さんどうされました？ちょっと小腹が空いてしまいまして、コンビニでお菓子買ってきてもらってもいいですか？お菓子ですか？まあいいですよ。いつものあのグミでいいですか？お、はい、コーラ味でお願いします。コーラ味、はい。今度は田中さんか。失礼いたします。田中さんどうされました？今リハビリから帰ってきたんですけど、ちょっと喉渇いちゃったから水汲んできてもらってもいいですか？田中さん自分で歩けるでしょう。行ってきてくださいよ。いやもうリハビリで歩きすぎちゃって足が動かないよ。もう立つこともできません。這っていけってことですか？しょうがないですね。次から自分で行ってくださいよ。センキューベリマッチ。ここはホテルじゃねえぞ。いや杉本さん、今日ですね11時から先生の病状説明がありますので、先生来たらお声かけしますね。はい、お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。失礼します。杉本さん、じゃあもうそろそろね先生来られると思いますので、はい、また声かけますね。あ、はい、わかりました。はい、失礼します。失礼いたします。杉本さん、すいません、ちょっとお待たせしてます。今先生に連絡してみますので、もう少々お待ちください。あ、はい、大丈夫ですよ。はい、すいません、失礼します。失礼いたします。杉本さん、すいません、今先生外来みたいで、あと10分ぐらいで来られるみたいなので、もうしばらくすいません、お待ちください。あ、はい、すいません、失礼します。あ、先生10分で来るって言ってたのに全然来ないじゃん。患者さん怒ってないかな。先生まだ来ないんですか？10分で来るって言ってましたよね。すいません、もうそろそろ来ると思うんですけど、すみません、なんで俺が謝んなきゃいけないんだよ。失礼します。中川さん、すいません、今日なんですけれども、リハビリの予定だったかと思うんですが、ちょっと担当のリハビリがお休みになってしまいまして、急遽ちょっと本日は中止ということになりましたので。それじゃあやることないじゃないですか。あ、すいません、リハビリなかったら入院してる意味ないじゃないですか。そうですよね。僕手空きましたら、ちょっとご一緒に歩いたりしてちょっとリハビリしましょう。はい、また伺いますね。すいません。はあ、代わりに謝ってばっかじゃん。失礼します。秋山さん、おはようございます。調子どうですか？あ、徐々に良くなってきた感じがしますね。そうですか、良かったです。さっき会心来ましたか？ああ、先生いっぱいで回ってきましたよ。あんなたくさん来たらちょっと緊張してしまいますね。そうですよね。じゃあまた何かあったらおっしゃってくださいね。コーヒー飲みたいんですけど、いいですか？コーヒーですか。あれ、さっき会心来た時聞けなかったですかね？ちょっと聞けなかったんですよね。ああ、そうですか。そしたら確認していきますね。はい。はい、じゃあ失礼します。先生すいません、ちょっと確認したいんですけれども、秋山さんちょっとコーヒー飲みたいって言ってまして、飲んでも大丈夫ですかね？ああ、コーヒーか。コーヒーカフェイン入ってるからちょっとダメかな。そうですか、わかりました。じゃあ伝えておきますね。あ、あとさ、秋山さんに IC したいからさ、日程いつ空いてるか聞いといてもらっていい？あ、わかりました、ちょっと聞いておきます。秋山さん、失礼いたします。はい、コーヒーなんですけれども、やっぱりちょっとカフェインが入ってるってことでダメって言われちゃったんですよね。すいません。そうですか、それは仕方ないですね。ですね。あと先生の方から術後の説明をしたいっていうことで言われたんですが、ご家族さんのご都合とかいかがですかね？じゃあちょっと妻に確認しておきます。あと手術後に採血するって聞いたんですけど、いつぐらいにしますか？ちょっとじゃあそれも聞いてみますね。はい、はい、すいません。先生すいません、秋山さんなんですけど、術後の採血いつするかちょっと気にされてたんですけど。
ああ、そっか。じゃあ今日やっちゃおっか。あとさ、会心の時にどこか痛いって言ってたんだけど、どこだったか聞いといてもらっていいかな。ちょっと忘れちゃってさ。わかりました。聞いてみます。いや、直接話した方が絶対早いでしょう。失礼いたします。西さんどうされました？ちょっと聞きたいんですが、私の入れ歯知りませんか？入れ歯ですか？あれ、西さんいつもご自分で外してコップに入れてるじゃないですか。それがコップに入ってなくてね、看護師さん持ってっちゃったかなと思って。いや、多分西さんのは持っていかないと思いますよ。まあちょっと一応探してみますね。いやちょっとないですね。あ、枕の下から出てきました。あ、よかったです。青柳さん、失礼いたします。はい、じゃあ今日の夕食ですね。ありがとうございます。はい、すいません、はい、その棚の上にふりかけの袋が入ってると思うんですが、取ってもらってもいいですか？ああ、わかりました。ふりかけの袋、ふりかけの袋ですか？あ、上の段にあると思うんですけど。上の段、これか、はいはいはい。うわ、めちゃくちゃいっぱいありますね。私、ふりかけに目がなくてね、大好きなんですよ。なるほど。海苔でいいですか？いやいや、今日はね、鮭の気分なんですよ。鮭ね。鮭。いや、この中から探すのか。あると思うんですけどね。鮭ですか。鮭はうまいんですよ。鮭うまいですけど、鮭。ありました。ありがとうございます。鮭のふりかけです。よかった。